名前はリコです。リコお姉さんです。今日はみんなと猫の勉強をするためにリコレンジャーを呼ぼうと思うんだけど、その前に約束してほしいことが3つあります。まず1つ、ステージの上はとても危険です。だからステージの上には登らないこと。2つ、周りの友達の迷惑になっちゃうから、今いるお席から立ち上がったり走り回ったりはしないこと。そして3つ、みんなもしゴレンジャーがピンチになっちゃったら、しっかり応援してあげてね。みんなの大きな応援がゴレンジャーの力になるんだ。じゃあ今言った3つの約束守れるお友達、参りますね。じゃあよろしくね。それでは早速ゴレンジャーを呼んでみましょう。お姉さんがせーのって合図をしたら、みんなは大きな声でネコレンジャーって呼んでね。それじゃあいきます。せーの、ネコレンジャー。ガオミガ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 ミ。おやおや、この辺りはまだ綺麗だな。俺様が汚し尽くしてやろう。ガオミガ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 ミ。ここにはまだ綺麗な子供たちがいっぱい。汚しがいがありそうね。あなたたちはゴミ魔人にゴミ派人。俺様の名前を知っているとは有名になったものだ。さあエコレンジャーが来る前にここを汚し尽くすのだ。どんどん汚しちゃうわよ。やべえ。ちょっと散らかさないでよ。ちょっとこっちへ来い。お兄さんも関係ないでしょ。あら、ちょっとお客さんに絡まない。お兄さん、何か私たちに文句でもあって？いや、ゴミ落とすのはいけないかなって。エコについて勉強したくてな。ああ、いや
ここの片付けから始めないとね。片付け？ちょっとお片付けって何かしら。漬物の種類かな。お前たち。お片付け。お、知っている者はいるか。あれかな。仕方ないな。じゃあ最初は俺たちが物を見せるからよーく見ておくんだぞ。ゴミを拾って捨てる。ゴミを拾って捨てる。ゴミを拾って捨てると。よし、わかったか。これでいくぞ。これなら俺様たちにもできるぞ。ええ、ゴミを拾って、はい、ゴミを拾って捨てる、はい、紙、はい、あれ、ゴミを捨てる、あれ、はい、ゴミはゴミ箱に捨てなきゃダメだろうが。お前たちもちゃんとやらないとダメじゃないか。ゴミはまとめてゴミ箱に捨てるのだ。そうだよね、ゴミはちゃんとゴミ箱に捨てるんだよね。はい、これでいいのかしら。うん、とっても綺麗。それでは片付いたところで早速エコの勉強を始めましょう。いえいえ、俺様はもう疲れたり。なんか言った。まあまあ、じゃあここはお姉さんに任せて、俺たちはこの会場をパトロールしてこよう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。それではエコの勉強に始め、エコの勉強を始めましょう。おーおーおー、なんだなんだ。その袋は何なの。これはゴミを分別するためのゴミ袋です。分別っていうのはゴミを捨てるときに燃えるゴミ、資源ゴミ、ペットボトルっていう風に種類に分けて捨てるの。これをゴミの分別っていうんだよ。どうやってやるんだ。じゃあ一緒にやってみよう。まずはこの牛乳パック。この牛乳パックは3つの袋のうちどの袋に捨てればいいかな。ゴミ待ち、わかる。もちろん、この牛乳パックは燃えるゴミだ。違う違う、みんな、牛乳パックは燃えるゴミ、資源ゴミ、ペットボトルのどの袋に捨てたらいいかな。じゃあ、わかったお友達は大きな声で答えを教えてね。せーの。ペットボトルかな。資源ゴミ。じゃあもう一回聞くよ。ゴミマジック、ゴミ夫人。なるほど。それでね、この牛乳パック、ただ捨てられるだけじゃなくて、あるものに生まれ変わっちゃうんだけど、なんだかわかるかな。生まれ変わるだと、どういうことだ。もう考えてみてね。食べられるものとか。焼き鳥とか。なるほど。トイレットペーパーに生まれ変わっちゃうなんて不思議だよね。それはすごいな。こんな風に使い終わったものが違うものに生まれ変わることをゴミの再利用、リサイクルって言うんだよ。はい、ゴミを必要以上に燃やさないからエコにつながるってことね。そういうこと。じゃあ第2問。お菓子の袋。このお菓子の袋はゴミ夫人、どこに捨てればいいと思う。ペットボトルかな。みんな、このお菓子の袋は燃えるゴミ、資
はきちんと燃えるゴミ、資源ゴミ、空き缶やペットボトルなどきちんと分別をして捨てるようにね。エコ活動って身近なところからできるものなのね。そうだな、俺様もゴミを捨てるときはちゃんと分別して捨てることにするよ。あ、そうだお姉さん、それとここにいるみんなに一つお願いしたいんだが。なになに。お前たち、さっきエコレンジャーにはお片付けについて教えてもらったからありがとうを言いたいんだ。みんなエコレンジャーを呼んでくれないか。感謝の姿勢はとっても大事だね。それじゃあみんなでエコレンジャーを呼んであげよう。せーの、エコレンジャー。おいマジまだ来れてないか。いや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 、レッド君、イエローちゃんにブルー君、私はさっきのお片付けというやつを教えてもらったのにお礼のことを言い忘れてね。そういうことだったね。礼を言われるほどとしても、エコレンジャーの皆さん、本当にありがとう。それが原因で俺様も生まれているというのに、人間は一つ都合のいいことばかり言う。それはおりません。確かに人間は平気で物を捨てる。お前が怒る気持ちもわかる。だけど人間はエコについて勉強して、今まで自分たちのしてしまったことを反省しているんだ。お前のやり方は間違ってる。こんなやり方じゃみんながこうなるだけじゃないか。応援してくれるみんながいる。みんな、エコレッドにみんなが頑張れ。
って気持ちを伝えるよ。せーの、みんながエコについて考え行動するはずだ。みんなが環境を大切にして地球をきれいにしてくれるだろう。少なくともここのみんなはエコについて知ってくれたわ。ほう、本当ね。嘘だったな。ただじゃおかないわよ。今回は信じてやろう。だが覚えとけ、お前たちがゴミを捨てれば俺様たちはまた復活することを。みんな、ゴミ混ぜたちを出さないためにも、エコについて考えて、しっかりコミュニケーションが大切だぞ。そうね、ゴミ混ぜたちの言う通り、物を平気で捨てるのは考え物よね。みんなでより良い地球を作っていこう。みんなの努力でゴミが減っていくんだ。もっと、俺たちの他の場所に落ちたゴミも拾いに行かないと。ありがとう、エコレンジャー。それじゃ、みんなでエコレンジャーにバイバイって言うよ。せーの、ご来場いただきありがとうございました。交友学院アトラクション部のボイスアップ